パーセプションイズノットリアリティ、知覚はリアルじゃないよ。え、こっちじゃ。うわー、いやー、分かった、これもう延々となんかいろいろループしてくんだ。これきっと、これスピード感が大事みたいなやつや、これ。あ、待って、知覚はノットリアリティだからこっちじゃないってこと、むしろ。いや、そんなことはないよね。待って待って、え、これさ永遠ループじゃない？ふん、え、ああ、こっちになった。ええ、助けて助けてああ、これあと何回繰り返せばいいの。なんかさ、このトレスパッシングって調べてみたら、不法侵入とか逸脱するのとかそういう意味なんだよね。で、しかもなんかストップデッドエンドとかって書いてある、こっちに来ちゃいけない的なやつなんだろうね。なんかね、さっきからね、ずっとホール123123ってずっとループしててね、ちょっともうこっちをなるべく極力見ないようにして進んでみるわ。やっといけたやっといけた。ほら、なんかめっちゃ風吹きすさんでるけど何があんのここ。あ、なんか部屋、あ、待って、またプールある。え、うわ、はい、こっから後日です。もう無限廊下でね、ちょっと疲れすぎてなんかまともに喋れてなかったんで、こっから撮り直します。ちょびっと進んだだけなんだけどね。はい、ここプールかと思いきやね、ただの床、アヒルちゃんが埋まってます。かわいそうだよね、すげえかわいそう。でさ、ここでね、振り向くとなぜか今あったサイコロが消えてるんだよね、よくわからない。でね、サイコロににっこりマークがついてる、かわいい。裏にはチェスの駒、謎だよねほんと謎要素だと思う、これ毎回。なんかすごく意味ありそうなのに、ゲーム中で使うことはほとんどなかったりするっていうね。こっからね、すごい、いきなりすごいポップな感じの部屋になるんだよね。あの台の上なんかあるかな、ちょっと登ってみたい。あ、いいねいいね、変な声出ちゃった。よっしゃ、これでこの上登るんじゃない。おら、お、あー、来た来た来た、あー、すごい、隠しようこそ、隠、か、噛みすぎだよね私、設計図だこれ。これ浮き輪でしょ、この端っこに書いてあんの、これこれ。あ、いいね。うわ、こういうの見つけると本当嬉しい。はい、じゃあ行きましょう。はい。ウィーン。で、ここでドリームソーダがもう一回あるんだけど、特にね、意味はないんだよね。っていう。あ、でも一応ゴミ箱あるから入れてこうか。カラーン。オッケー、行こう。そう、それでね、そのボツにした収録の時にね、ここの部屋の謎が分かったんで、ちょっと先にパパッとやっちゃいたいと思います。このコマがね、なんか適当なとこにポンって置いてしまうと絵になってしまうんだよね、こうやって。だからこうするともうそこの扉抜けられないからやり直します。だからこのコマが実物のうちにこのここに載せてあげると。あれ、なんか思ったのと違ったないや、とりあえずピアーズ博士のね、お小言を聞いていきましょう。あ、大丈夫。最後に、私たちはそれぞれの患者様の進捗を尊重いたしますが、夢の供給が完全に尽きてしまう可能性もご理解ください。夢が尽きてしまう、この場合トリガーメカニズムの助けもってしても目覚められない状態となります。頭のおかしいこと言ってるよね。あ、ソフトダウンロードできたそう、夢がね、もともと自分の中にある夢を見てるわけじゃなくって、こうピアーズ博士たちが用意した夢があるってことだよね、供給ってことは。そんでもってそれが尽きてしまって目覚められない可能性があるっていうね、とんでもないこと言ってますけどそれはもう殺人なんじゃないかって思うけどね。え、これどうしよっかな、ほんと。ここ乗ると一応、あ、そういうことか。なんだこれ、普通にここ乗ってここに持ってくればいい話じゃん。なんだなんだ、そういうことか。なんだ、行きましょう、ささっと行きましょう。ウィン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 、はい、はい、あ、穴がある。ちょっと待って、この穴くぐる前にさ、行きましょう。ヤッホーヤッホー、ほー、テンション高めです。
これ前も来たな、この部屋来たよね多分。前来た時は確かここにね、あのドリームギャラリーの看板があったんだよね。ちょっと待って、こっち先に行かして。なんもないんだろうな。来てよかった。これ なんだろうね、これは。これは何の設計図だろう。設計図って呼べるのか。ラフ画みたいな感じに見えるね。え、めっちゃ嬉しい。嬉しい嬉しい。もう2つも見つけちゃった、設計図的なやつ。あ、上開いてるね、珍しく。うわ、あんなとこから落ちてきたんだ。待ってね。あ！何？なんかさ、精神的に揺らがしてくるよね、いつも。あ、なに？どこ？なになになに？どこ？あ、え、落とされた落とされた。え、やばいやばいやばい。穴どこ？穴、今落ちた穴どこ？これ？え、怖い怖い。ここが穴になってるの？もうわけわかんない。なるほどね、ここ穴になったよね。もう一回入ってみよう。あれ？あ！いや、怖っ！ここだけさ、なんか、穴になってんだよね。めっちゃ怖いね。特に進めるわけでも、うわ！怖っ！うわっ！なにここ？え？なにここ？なにここ？え？え？なにここ？え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 ？あ、やばい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 。めっちゃ綺麗。え、やば。すごい綺麗なんだけど。え、やば、鳥肌がすごい。綺麗。え、え、何この癒し空間。綺麗。落ちれない。もういっそのことここに落ちてしまいたいよね。え、待って、曲もなんかすごい癒しになってるし、すごいこのさ、星屑なのかよくわかんないけど、この立体感がすごい。なんか本当に向こうの方まで宇宙広がってるんだなーっていう感じの見え方だね。綺麗。本当に綺麗。え、これって隠し部屋的なやつ？え、すごくない？今こっから出てきたんだよね、きっと。あ、すごい。はい。いや、制作者の方々と作曲家の方に敬意を表してしばらくここをぐるぐるしてました。はい、行きましょう。綺麗だね。戻っていこう。うわん、すごい夢から覚めましたよみたいな。あ、な、びっくりした。曲が戻ったな。夢から覚めましたよ的な演出に見えるね、今のね。はあ、いやー、感動したな。じゃあ引き続きプレイ再開していきましょうか。まあずっとプレイしてんだけど。 OK、 ここ登ってって、あ、ベッドだ。はい、うっ、ごめん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 。はい、また紫色の部屋に来たね。ちょっと照明が消えかかってたりするけど、待ってね。あー、なんだここは。ハリーポッターに出てきそう。チェスの対局始まりそう。なんかサイコロ離すとね、パッて違う空間に入れ替わるね。行きましょう。かっこいいな、かっこいいな、ここも。かっこいい。うわ、すごいな。もういつ切り替わるかわからんね。あ、待って、反対側も行けるよ。あ、行けちゃう。ここも行けちゃう。うん、こんだけか。はい、行きましょう。うわー、また目覚ましだこいつ。こういう無限増殖嫌なんだよな。うわー、やめてー。やめてくださる。これ何、絵の中から出てきちゃいました的な。もうわからんて。で、ここにまたパーセプションイズリアリティ、近くはリアル、近くは現実。いや、もうこれ意味わかんないじゃん、これ。どういうこと？どういうビルなのこれ。一生会社にたどり着けないじゃん、こんな。
待って、とりあえず進んでみよう。パーセプション、うわ、やだな。いや、こういう時はとりあえずまっすぐだ。こういう時はひたすらまっすぐ。わあ、読むな。あ、矢印見っけ。お、矢印見っけ。これさ、これひたすらまっすぐ行って矢印あったら止まればいいんじゃないの。どうなんだろう、これ永遠ループかな、大丈夫かな。怖いね、このエレベーター開く時の音がさ、ちょっと変わるのが怖い。あ、はい、まっすぐ。いや、怖い。ウィーナちゃん、ウィーナちゃん、ウィーナちゃん、ウォッチ。え、これ大丈夫かな。大丈夫かな、これたどり着くのかな、いつか。おお、来た来た。なんか意外とさっくりいけちゃったな。はい、ここどこだよ。学校、ちょっと学校っぽさあるよね。待って待って、先にアラーム止めた方がいいかな。あ、待って待って、聞けなかったらやだから、こっち先に聞こう。あー、やだ、やめて。不安定な夢重量に近づかれますと、目覚まし時計の音が自動的に再生されますので、よくお聞きください。よく聞け。不安定な夢重量、不安定な夢重量、よく聞け。うん、わかった、よく聞くわ。これまた止めたらまたどっか飛ばされんじゃないの。あ、飛ばされなかった。エレベーターが開いた。絵になってる。絵になってる。もうおかしいおかしいおかしい。やめてよ、やめてよ、もう。やめてよ、もう、やだ。はい、うお、なんだこれ、何ここ、え、外、外っぽくない、え、遠い遠い、え、うわうわ、無限空間、うわ、あ、綺麗、え、これ外出れた的な。でもなんかここになんかちょっと境目ない、部屋なんだな、これもきっと。あ、待って、なんかおかしい、壁だ、これ壁になってる、すぐここ壁になってる。あー、もうす、あ、待って、めちゃくちゃ遠くに見えるけど実は結構狭い。すごいね、どうなってんだこの部屋。これも多分めちゃくちゃ遠くに見えるけど実は結構近かったりするんじゃないか。ほらほらほら、いや、これどこ行けばええねん。関西人じゃないのに関西弁が出てしまう、エセ関西弁が出てしまう、やめた方がいいね。え、待って、これどう行けばいいの、どう行けばいいんですか。うわ、なんかジャンプするとすごい速い、ジャンプすると速い。あ、なんかある、な、これどうやって切り抜けてきたの私今。よくわからないんだけど。あ、目覚ましをよく聞きなさいってピアーズが言ってたよね。これ何のセットだよ、大体この。この舞台セット、何のための舞台セットなの。待って、アラームどこ、あ、こっちだな、やっぱこの上だよな。なんかあるけどいけないんだよな。あ、待って、一個が、すごい、なんかご利用しでいけた。おー、嬉しい。嬉しいな、これ。でもアラームはなかったね。あ、え、なんかぐるぐるしてたらここ来た。え、おかしくない、絶対軸歪んでるよね。止めましょうか。止まった、はい、目覚めたね。どこ、ここ、わ、なんか無音なんだけど。あ、うわ、なんかもう周り全部見覚えのあるものだね。なんでこんなとこで寝てんのよ。なんかさ、視界若干ぼやけてない？これどういう、うわ、何？これは非常に珍しい。スカルプと診断フレームワークに入られたようです。患者がこの夢にアクセスすることはできません。おー、レアイベントってことですね。なるほど。珍しい夢の中にいると。やりましたね、これは。なんかね、視界が若干ぼやけてる感じがするんだよね。ぼかしが入ってるような。なんだろう。本当は夢じゃないとか、これ。いや、そう、でもそんなことないか。全部見覚えのあるものだね。なんかかっこいい曲聞こえる。この奥でライブでもやってんのか。
え、絶対この奥でライブやってる。なんか結構ファンク系の。わからんけど。あ。あ、なに。え、なに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 。え、なに。意味がわかんない。パラドックスビヘイビア101。ミュージック。ごめん、このゲーム英語難しいわ。このお家どうすんだろう。このお家大きくしてまた入るのかな。あ、ごめん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 。え、なんでなんで。何今の、何、埃？もう一回やってみよう。めっちゃ埃降ってくる。トトロ思い出すんだけど。あ、え、なになに。診断警告。夢のオブジェクトを非現実的に使用すると夢の整合性が破綻する可能性がございます。大切に扱ってねって言われてる。あ、なんかもうやっぱり中なんかあるな。うん、ちょっと固いこと言わずにちょっと待ってて。あ、これで入れんじゃない。ちょっと待って、入る前にここちょっと 見さして。待って、ん、うん、なんか同じ部屋じゃね。なんかなんか同じ部屋だったりする、もしかして。おお、うわぶっ壊してやろうぜ非現実的に使用してやろうぜ。あ、出てこない。どういうことだよ。うん、なんかもやっとしてるし何もできないね。うん、分かった。じゃああそこ入っていこうか。それしかないよね。はい、行きましょう。う、同じ部屋だな。うー、なんか気持ち悪くなるな、これ。うわ、何これ。うわー、ループしてる。うわ、ちっちゃくなってるちょっとちっちゃくなってるよ。この部屋をさ、この部屋の中にさ入れてやったらどうなんの。お、連動してるね、面白い。うわすごい、これライどうだった。うわ、ごめん、作成パラドックスくださいしないでも爆発で夢過負荷が発生する恐れがあります。爆発的夢過負荷。やばい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 、めっちゃ怒られてる。やばい、ぶっ壊した、夢ぶっ壊した。やばいやばいやばい、ちょ、抜けよ抜けよ。うわ、綺麗。夢の爆発からオーバーロードしてください。以前の夢はご遠慮なるかも。オーバーコール。うわ、綺麗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 。パーティー始まるパーティー始まるんだけど、オーバーロードしてくださいって何なんだろう。あ、ここなんかあるよ。ブン。おー、何ここ。おー綺麗綺麗、何これ。ノットアンイグジット、出口じゃないよって言ってるけど進んじゃうよ。何これ、すごいすごい。え、何この、何このクラブみたいなクラブみたいになってるけど。え、なになに、ごめんごめんごめん、なんかわかんなくなっちゃった。ん、これどう、あー、落ちてる落ちてる落ちてる。なになになに、やめてやめて、怖い怖いよ。あ、あったあった。いやー怖いな、これ。ブーン、あー落ちた。やばい、今の大丈夫かな、大丈夫かもう白黒の世界来ちゃったよ。あー、びっくりした取れた。え、あ、あ、いけたいけた。あー、明るい明るい明るい。絶対天国来ちゃってるよこれ。あ、ピアーズ元気。こんにちは、グレンピアーズ博士です。私は遠い昔にある夢を見ました。うん、何。I had a dream。 そこで私は、私たちがみんな無から始まることを理解しました。そこで私が知覚したものはすべて私が望んだ通りの形を取りました。空白、ホワイトスペース。私たちはみんな無からできた。うん、ピアーズ博士の言ってることが地球の歴史的な話なのか、それともなんか気持ち的な話なのか、よくわからないんだよね、まだ。なんかこう自分の捉え方次第で世界が変わるよって言って言ってるのかな、もしかしてそっちの意味なのかな、それとも人間はプランクトンから生まれみたいな、なんかそういうよくわかんないけど、こっちの話をしてんのかな。
なんかすごい明るくなったな。なんか終わりなのかなこれで。うわー、なんかクライマックス感あるな。行こう。私たちはみんな無からできてるらしいよ。ピアーズ博士のお言葉ありがたくいただきましょう。このゲーム走れないのがちょっとね最後の最後で文句。うわ、天気悪、急に天気悪。うわーすごいな。あ、行きましょう。このね、日本語訳だからこうメッセージを全部正確に受け取りづらいのがちょっと残念なんだけどね、精一杯受け取れたらいいよね。これあれじゃあなんか見覚えあるよ、この柵の感じも。あー、ホテルだ、今までいたホテルだ。ミネラル、フィメールトーズ、ビ、あいやいやいや、お、グレースケール、すごいグレーだな。めっちゃフィルターかかってる。ノットワンエグジット、これどこ行けばいいの？待ってね、これどこに行けばいいんだ？おお、影ん中入ってったんだけど、影ん中入ってったんだけど、いや、この表記に従っていきましょう。あ、すごいすごいすごい、おお、綺麗綺麗、あ、綺麗、すごい綺麗。ごめん、私ひねくれてるからこっち行ったらどうなるんだろうとかすごい考えちゃう。いけるかな。あ、でもこれなんか無限ループっぽいな、こっちこそ。あ怒られてる怒られてる。わあ綺麗だな、骨組みだけだね。こっちも行ってみよう。いいね、エラー感あるね。あ、設計図だ、設計図見っけた。